ストレートパンチに最高に痺れた、スノーマン・ラウール。テンバイヤーアンチへの攻撃に絶賛続出。9月20日、人気アイドルグループ、スノーマンの5大ドームツアー、レイズのチケット当選者が発表された直後から、インターネット上で騒動になっているチケットの高額転売問題。チケットは税込9700円でしたが、一部の取引サイトでは高値の出品が相次ぎ、 中には定価の120倍超となる1枚あたり120万円で出品されたというエイクスの投稿が拡散されて、物議を醸していました。今回の5大ツアーだけで、1000件以上のチケットが出品されたのです芸能記者チケットはファンクラブ会員に向けて販売されたにもかかわらず転売やーによる買い占めが起こっている事態に、落選したファンからは、転売に関わった方の永久追放と厳しい意見が続出した。 実はスノーマンのツアーチケットの当選者発表と同じ日に、旧ジャニーズ事務所の所属タレントが多く移籍したトベが、開催コンサートの入場時に本人確認を厳格化すると宣言。そのため SNS では、スノーマンのメンバーに対しても、マネジメント会社のスターとエンターテイメントに転売対策をお願いしてほしいといった声が多く出ていました。当然、それにいち早く反応したのが、メンバー最年少のラウールだった。9月22日、 滞在先のパリからインスタグラムのライブ配信を行った彼だが、その発言の過激さに注目が集まっている。